はい、それではまずヘッドレストからつけていきたいと思います。まあ、基本的にただかぶせるだけなんですけどね、これがなかなか難しかったりするんですよね。で完成ですね。これを残り6つやっていきます。このような感じでヘッドレストは終了です。はい、それでは3列目から取り付けていきたいと思います。こういう風にですね、タグに、運転席側背もたれとか、座面だったらここに3列目運転席座面って書いてあるんで、これを確認して取り付けていきます。次は笛ですね。あー、ちょっと破けたわ。こういう感じでもう片方もつけていきます。はい、2列目ですが、はい、それでは運転席側行きたいと思います。
次は上ですね。あれ、これヘッドレスト用の穴がなくね。ヘッドレスト外さないかんだよこれ、はい、アームレストはですね、内張り剥がしをこういう風に入れ込んでこじったら蓋が開きます。その後ラチェットで何ミリかな、14ミリ、はい、以上で取り付け終了です。